電気丸の子電気丸のことは、円形の、のこばを、電気モーターで回転させ、材料を切断する、電動工具である。直線切りに関して、手動工具ののこぎりやジグソーより、はるかに早い時間で切断できる。電源は、交流電源式と二次電池方式がある。丸の個人は、直径100ミリから190ミリまでが、一般的で他にもいろいろなサイズと種類がある。 木材だけでなく、丸の個人を交換することにより、金属、レンガ、コンクリート、タイル等いろいろな材料の切断が、できる。呼び名は他に、電動丸の子、電気丸の子、丸の子などと呼ばれている。卓上電気丸の子卓上電気、丸の子板卓上スライド丸の子ラジアルアーム層、丸の子板ウォーム歯車による、携帯電動丸の子は、 エドモンド・ミシェルが1924年に発明した。この発明の画期的な点は、減速機を使用することにより、丸の子の大きな出力を小さい電気モーターで可能と、し、携帯式の電気丸の子としたことである。1924年にミシェルは、ジョセフ・サリバンと、ミヒエル・エレクトリック・ハンドソー・カンパニーを設立する。後に、社名を、スキルソー・インクに改名している。 現在スキル社はロバート・ボッシュ GMBH の子会社である。その後継機種がモデル77として現在もスキル社で売られている。最近では小型の電気丸ノコは電源が二次電池式のコードレスタイプが普及している。電気丸ノコは回転数が約5000回転分のものが多い。作業にあたっての注意として 回転部に巻き込まれるのを防ぐために軍手など手袋は着用せず、服装も袖がきちっと締まったものとする。使用時は片方の手、右手でハンドルを握り、もう片方の手はハンドル前方部を押さえるようにして、丸のこが切り進めた分だけついていくようにすると安定して安全である。材料の切断線位置にのこばを合わせ、のこばを材料に当てないでスイッチを入れ。 回転が安定してから、ベースプレートを材料に押し付けて切り進める。本体の角度調整ネジを緩めて45度まで傾けることができ、傾斜切断も可能である。溝掘り加工は、材料に溝を切る作業である。必要な溝の深さに、のこばの出る長さを調節し、加工する、溝の内側を2ミリから3ミリ間隔で何度ものこばを、通し、 残った部分を、のみで取り払えば、溝を作ることができる。ダイヤモンドホイールコンクリート層ハット、u s p t o 特許登録ナ、no. ンバーワン512,296、ポピュラーサイエンスマーチ1929年、140ページ、ザ・ヒストリー・オブ・スキル・ハット、DIY 道具辞典2010年4月20日発行44ページから54ページ株式、会社学研パブリッシング、 DIY 道具の便利帳2010年9月11日発行118ページから121ページ株式会社大泉書店ツールズナウ道具大前1997年8月30日発行76ページから81ページ株式会社美術出版社 DIY 道具辞典2千十0年4月20日発行98ページ株式会社学研パブリッシング ツールズナウ道具大全1997年8月30日発行87ページ株式会社美術出版社 DIY 道具辞典2010年4月20日発行48ページ株式会社学研パブリッシングジスには以下のような企画がある。ありがとうございます。